と言うたら、野屋さん、尾藤さん、松井さん、長田さん、神戸さんです、はい、今回コメントはですね、勝利もお客様ももらっていきますという力強いコメントいただきました。ありがとうございます。待ってください、では続いて中尾さん、メンバーは田中さん、龍吉さん、沢田さん、松田さん、三越さん、初出場、リーズナブルな価格で本格イタリアンを提供します。本気でメンバー絶対優勝ということでコメントいただいております、はい、絶景ナンバー2番のタウザーさんでした。ありがとうございます。続いて絶景ナンバー3番ウルフキャンディパックさん、メンバーは島津さん、長野さん、五十嵐さん、磯貝さん、飯田さん、初出場です。頑張ってください、はい、で今回ねウルフギャングパックさんからこんなコメントいただいております。アメリカアカデミー賞公式シェフが手掛けるカリフォルニア、カリフォルニアルイジーヌ、なるほど、プライドにかけても優勝賞金いただきます、ということで賞金であるので頑張っていただきたいですね。頑張ってくださいね。続いて第4コースが横浜ベイシアトホテルアンドタワーズ、メンバーは鮎川さん、松井さん、鈴木さん、佐野さん、夢本さん、そして、この、コメントがですね、過去2大会連続で準優勝に甘んじています。今年はフレッシュのメンバーも加わりたくさん練習を重ねてきましたというコメントをいただきました。メントヒートを組み込んでいます。熱いですね。全チームご紹介しますね。いきますね。エントリーナンバーが絶景ナンバー5番はコロライド新卒 A チームです。初出場となります。メンバーが若杉さん、辻さん、柏崎さん、工藤さん、大川さんです。コロライド新卒 A チームは2004年コロライド新卒、新入社員代表です。新卒メンバーの思いを背負って奇跡を起こしますという熱いコメント、ありがとうございます。今年の新入社員チーム、ありがとうございます。続いて絶景番号6番横浜ロイヤルパークホテルです。では行きまして、名前が、金子さん、和田さん、大畑さん、小峰さん、ボンナさん、メッセージが、はい、金子さん、和田さん、横浜ランドマークタワーの、高層階に位置する横浜ロイヤルパークホテルは第1回大会から全て団体戦優勝し、現在3連覇を達成、今年も優勝を目指して全力で頑張りますということでね、はい、頑張っていただきたいと思います。続いて絶景ナンバー7番ニューオータニ品横浜、出場選手は佐伯さん、栗木さん、高井さん、船瀬さん、冠城さんです、コメントは昨年のレースよりも前進することが第一目標です。真剣にかつ自分たちも楽しみながら臨みたいと思います。今年は若いメンバーを中心にパワー全開で頑張りますということです。続いて、絶景番号8番横浜グランドインターコンチネンタルホテル、出場選手は渡辺さん、安藤さん、今井さん、本山さん、溝口さんです。コメントは、私たち横浜グランドインターコンチネンタルホテルは過去3回のウェイターズレース団体戦に出場しているにもかかわらず優勝を手にすることはできませんでした。今年こそ優勝をとチーム一丸となり練習を積んできた成功を見てください。絶対優勝ですということです。こちらは社長も来てますからね。これは頑張るしかないですね。続いて、絶景番号9番コロライド新卒 B チーム、初出場です。メンバーは大江さん、笹本さん、関根さん、北原さん、平野さん、以上5名です。コメントすごいですよ。ただの B チームじゃ終わらないぜ、絶対 A チ
ここには負けないというね、あの新設AチームとBチームの、ね、その辺で優勝者をぜひ聞いてみたいですね。はい、そして絶景番号13が20丸さんです。レッドの八木さん、井上さん、浜田さん、飯田さん、山崎さん、山崎さんということで以上5名です。コメントもすごいですよ。迷う中から本場アジア料理まで取り揃える新感覚トレーニング最強メンバーを揃えたからには1位じゃなければ意味がないというコメントをいただきました。まあね、意味がないというね、このチームの紹介がね、はい、チームはい、それでは第1レース、まずは第1レース出場チームを発表します。 横浜ベルホテル高級さん、続いて第2コースラパウゼさん、そして改めてスターターをご紹介させてください。株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル代表取締役社長梅村さんです。お待たせいたしました。お待たせしました。ではよろしくお願いします。 女性が、はい、そうですね、一番最初に女性を持ってきましたね。はい、ぜひね、